皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスタースカーレット青の円盤パート55やっていきましょう。前回で御三家のポケモン種状態で全て揃えることができたということで、今回はいよいよ最終進化まで進化させて御三家の図鑑も全て揃えていければと思います。御三家だけで全部で72匹、結構図鑑を圧迫してるよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あれ72匹で合ってます？ 8×3 で324×3 だから合ってるか。そして全員麻痺状態、これはちょっと回復させてからの方が良さそうですね。リーグ部の中だとちょっと回復できないので一旦テラリウムドームに飛んでいきましょう。リーグ部の中回復できないよね。そうだね、聞いたことないかな。もしかしたら戦って勝利すれば回復扱いになる可能性がありますが、この面々で勝てるわけはないということで一旦テラリウムドームまで出ていきましょう。そして200匹図鑑超えてるからさ、そろそろサザレさんイベント進めてもいいような気がしますが、おやつおやじとどっち先にやる？うわ、ちょっとコメント欄で募集しましょうか。おやつおやじとサザレさんイベント、ちょっとどっちからやってほしいか、ぜひコメント欄で教えてください。じゃあせっかくだから、もうこのテラリウムドームのところで進化させちゃいましょうか。モルフォンがいますが、あまり気にせず、行きましょう。バックから経験飴ですね。足りるよな。結構テラレイドとかもやってきたはずですので、60何個あれば足りるな。L を使って、まずはキモリ、ジュプトルにしていきましょう。そう、キモリはね、まあ、MK さんが一番最初に選んだポケモンでございます。ルビーサファイアが一番最初にやったポケモンだからさ、その時にキモリ選んで、まあ、四天王とかきつかった思い出がありますね。アチャムが一番楽なんですよ。ジュプトル、森トカゲポケモン、草タイプ、発達した太ももの筋肉が驚異的な瞬発力と跳躍力を生み出すぞということで、まあジュプトルの状態だとポケダンのイメージをね持ってる方も多いんじゃないでしょうか。サトシは樹海院まで進化させておりますということで、はい、68レベル樹海院まで進化させましょう。っていうかこのキモリメスなんだよな。なんか一番オスっぽいポケモンでメスを引いていくというね、運がいいんだか悪いんだかという感じがしますけども、よーし、樹海院進化させることができました。カキツバタも使ってましたね。樹海院密林ポケモン、草タイプ、ジャングルを身軽に走り回り腕に生えた切れ味鋭い葉っぱで獲物を仕留めるのだということで、まあメガ樹海院のイメージを持ってる方も多いと思います。オメガルビーアルファサファイアでね、あの樹海院とラグラージカはメガ進化もらいましたから、リーフブレードは別にいらないですね。そう、バシャーモだけはね XY の時点でメガ進化もらってるんですよ。先にもらったんだよね。なんか変な感じという感じでございますが、はい、そしたら次ニャビー進化させていきましょう。ニャビーはなんか御三家なのにこの黒のデザインが初っ端から入っててね、あんまりこう御三家感がない色合いではございますが、はい、進化ニャヒートでございます。ニャヒートも結構かっこいいよね。ということでニャヒートひねこポケモン、炎タイプ、222番か、首の付け根に炎の鈴がある。炎が吹き出す時リンリンと高い音が鳴る。へえ、そうだったっけ。あんまりイメージないけどな。サトシもね、ニャビーはニャヒーとガオガエンと進化させていましたが、高い音鈴が鳴る、あれそんな描写あったか。まあまあまあ、サトシのニャヒーとがこのニャヒーととイコールではないんですけども、そしたら経験飴 L もう一度使ってガオガエンに進化させていきましょう。まあガオガエンはね、どっちかっていうとロイヤルマスクのイメージの方が強いんですけども、あとはまあスマブラに参戦してますね。いや、スマブラ参戦ガオガエン意外だったんだよな。個人的にはなんかインテレオンとかっていうか剣盾の世代が来るかなと思っていたら、まさかのサンムーンからでしたね。ガオガエンヒールポケモン、炎悪タイプ、闘争心に火がつくと腰の周りにある炎もひときわ激しく燃え上がる。まあそのイメージはありますね。そう、悪タイプが入るというね、まあ御三家で言うと XY のまあ月光が以降のポケモンでございます。ガオガエンは出た DD ラリアット、これ専用技なんですけども、まあ別に使わないのでいいでしょう。
してめっちゃ雨降ってきたな。雨の中進化させていくのもなんだかという感じがしますけども、まあせっかくだからこのまま行きましょうか。じゃあナエトル、林亀、ドダイトスと進化させていきましょう。まあサトシもね、サトシの話ばっかなんだよ。御三家の話してると、林亀、ドダイトスと進化させてましたよね。ドダイトスやたらでかいんだよな、アニメでも。林亀、木立ポケモン、草タイプ。森で暮らす林亀は自分だけが知っている綺麗な湧き水の場所があるという。へえ、そうなんだ。ということで、まああんまり御三家のポケモンだから森で育ってるっていうイメージはないけどな。はい、じゃあこちら進化させていきましょう。ドダイトス、ドダイトスはあとはまあ名探偵ピカチュウの映画のイメージと MK さんがいつも言ってるんですけども、そう、名探偵ピカチュウの映画でね、ドダイトスがめっちゃいいシーンあるんですよ。もしかしたら見てない人いるかもしんないから、あまり細かくは喋んないでおきましょうか。ぜひ見てみてください。ドダイトス、大陸ポケモン、草地面タイプ。大昔の人々は大地の下には巨大なドダイトスがいると空想していた。いいですね、この説明も。名探偵ピカチュウでちょっと生きてくる感じの図鑑説明でございました。そしたら、お、地震か。まあ普通だったら覚えさせるんですけども、特に使わないからここはいいでしょう。そしたら次、ハリマロン行きましょうか。なんだかんだ、まあハリマロンはハリボーグ、なんか御三家の中だとあんまり人気ないイメージありますよね、正直ね。なんか、XY で言ってもさ、テールナーが人気があって月光河が人気があるからさ、なんか微妙なんだよな、正直。ハリボーグ、トゲ鎧ポケモン、草タイプ。頑丈な殻で守られるが、ずっしりと重たいので自然と足腰が鍛えられるのだ。そう、まん丸になるんだよね。アニメでシトロンはハリマロンから進化させなかったの結構いいと思いますよ、正直。ブリガロンもな、なんか人気ブリガロン人気ないよな、正直な。御三家で一番人気ないのブリガロンな気がするな。確か総選挙でも最終進化で言うとブリガロンが一番下だったような気がしなくもないですけども、なんかね、なんか見た目がそこまでかっこよくないんだよな、他に比べてな。ブリガロン、トゲ鎧ポケモン、草格闘タイプ。仲間がピンチの時は腕のシールドを広げ、自ら盾となり攻撃を防ぐ。そう、ニードルガードっていうね、技を覚えるポケモンでございます。まあ専用技、最初は専用技だったのか、後でノクタスとかに取られていたイメージがございますが。はい、じゃあ次行きましょう。ポカブ、経験飴2つ使ってこちらも進化させていきましょう。なんか後ろがたまたまとかラッキーのピンクのポケモンばかりでございます。そしていつの間にか雨止んだな。雨止むんだ、こんな短時間で。はい、ということで進化しました、チャオブ。チャオブはね、まあ演武王に進化するんですけども、あーっと読んでない嘘、喋っていたら読んでない。突っ張りは別にいらないかな。そう、ヒートスタンプっていう技をね、演武王になったら覚えますが、ちょっと読もうか今読み損ねたな。はい、チャオブ、火蓋ポケモン、炎格闘タイプ。戦いになるとヒートアップ、体温が急上昇して灼熱の火の玉になるのだ。そう、まあサトシがチャオブで止めてたんですよねなぜか、あれ塩分をまで進化させても良かったような気がしますけどね。はい、そしたらこちらもう一段階進化させていきましょう。塩分を MK さん、ブラホアの時にサブロムで選んでたんかな。スタージャをミンロムで選んで、サブロムで、ポカブを選んでいたような気がします。結構かっこいいよね、見た目はなかなか好きなんですけども。塩分を大火蓋ポケモン、炎格闘タイプ。胸の奥で燃え盛る炎が顎から勢いよく吹き出して炎のヒゲになっているのだ。へえ、吹き出してるんだ、その炎って。なんかまとわりついてるもんだと思ってたわ。はい、塩分に進化させることができました。あれ、ヒートスタンプ覚えないか。別にあれか、進化した瞬間覚えるっていう技でもないのかな。はい、そしたらラスト行きましょうか。お、ラストに関東が残ったのはなかなか運命的な気がしますけども、こんなツルツルだっけか、ゼニガメめっちゃツルツルじゃない見た目。はい、じゃあこちらカメール進化させていきましょう。カメールも結構
見た目好きなんだよな、個人的に。なんか仙人感があって良くないですか？カメール、カメポケモン、水タイプ。長くてふさふさの尻尾は長生きのシンボル。特にお年寄りに人気がある。そう、やっぱりこう仙人というか、まあカメは万年というイメージから来ているんでしょうね。はい、じゃあこちらカメックス進化させていきましょう。カメックスかっこいいよね。っていうか、初代の御三家は、まあどれもかっこいいけど、リザードンが一番人気あるとはいえ、個人的にはまあ不思議花かな。でも一番好きなのは出たーカメックス。お、ちゃんと鱗の描写がされてますね。これ剣盾の頃からだっけか。カメックス、コーラポケモン、水タイプ。噴射した水の勢いに負けないようにわざと体重を重くしているのだ。なるほどね、そういう設定があったんだ。そう、この砲台のとこからね、ハイドロポンプとかを撃っているイメージがありますが、まさかの覚えるのはラスターカノンっていうね。よし、これで御三家すべて図鑑埋めることができました。せっかくだからちょっとブルーベリー図鑑の報酬もらっていきましょうか。ここで X ボタン押しまして、プロテクターか、いらないな、ドサイドン持ってるもんな。あー、竜の鱗もいらないな、キングドラ持ってるから。出た、ムーンボール、ありがとう、これは使うな。お、そして複合金属、これもブリジュラス持ってるからいらないかな。そしてドリームボールゲット、まだある。お、金の王冠、ありがとう。210、220、ウルトラボール、いいですね。そして230、特製パッチ、あと8冊、頑張ります。今、232まで来ていると、全部で242かな？どうなんでしょう？いや、微妙か？まあまあ、今のこの、報酬のところで見ると240が最後っぽいですけども、とりあえずこの間を見つけるイベントがサザレさんイベントだと思うので、うわ、どうすかな。とりあえず、ちょっと、特別講師やっていきましょうか。せっかくだからね。そう、あと一人のネリネちゃん、戦っていなかったと思うので、今回戦ってしまいましょう。あれ、報酬がもらえますってずっと言われてっけど、報酬もらったんだよね。大丈夫だよね。じゃあ、リーグ部のところに飛んでいきましょう。ゼイユの部屋とかも、ちょっと最終的には行きたいと思いますが、まあ、とりあえず、今はいいとして、ネリネちゃん、戦ってないよね。戦いましょうか。MK に質問があります。スグリとはどのような出会いをされたのですか？あ、林間学校で出会いました。そしてペアにもなりましたね。そのようなイベントが、確かに様子が変わる前、北上に戻っていました。そうそう。なんか戻ってきてからちょっと変だったでしょ。スグリが抱いていた MK への熱量の理由、ネリネは気になっていたのです。出会い方に問題はなさそうですね。まあその後かな。聞きたいことは聞きました。どうもありがとう。あ、戦ってもらっていいですか。ネリネと戦闘を開始しますか。はい、じゃないや、危ない。 MK さんまだ手持ちちゃんと整えてなかったわ、怖っ。御三家軍団で行くところでした。ということで、鋼使いだから、まあ巨ジオンは使えないわな。大爆発しょっぱなから決めようとしたけど、そういうわけにもいかないですね。普通にブリジュラスとラウドボーンで行きましょう。まあ最後の最後、いやでもメタグロス使うんだよな。じゃあ巨ジオンの大爆発はちょっと今回拝めませんか。ということで、なんかだんだん大爆発好きになっちゃってきてんだよ、 MK さん。はい、戦闘を開始していきましょう。これも勝利すれば何かしらもらえるかと思います。場所を移動しましょう、ご同行。ということで、いや久しぶりに戦うな、ネリネちゃんも。そしてこれで四天王全部戦ったことになりますよね。赤松くんもカキツバタもタロちゃんも戦っております。ブルーベリーグ四天王のネリネが勝負を仕掛けてきた。まずはエアームドとダグトリオ。そうだった、初っ端から地震撃ってくるんだこれ。待てよ、まずこれ熱風の方がいいですね。熱風で、ダグトリオとエアームドどっちも攻撃しつつ、ちょっと自信が嫌だからラスターカノンでいいからダグトリオに打っておきましょうか。はい、やっぱり自信打ってくる。これ次のターン打たれても嫌なので、ちょっとエアームドは残す感じにしましょうか。でブリジュラス急所には当たったものの、持久力で防御が上がっていく。でここラスターカノン入りました。問題は熱風が当たる。うわ、結構食らうね。そんなクラウンだ。オッケー、当たっていく。これどっちか外したら今大変だったぞ。気合のたすきと頑丈だよね、多分ね。相手のエアムドは攻撃をこらえましたが、やけどを引いていく。
ちょっと MK さん今日運いいんじゃないですか。やけどのダメージでこのターンでエアームとも倒しきれるでしょう。ダブルウィングがラウドボーンに入りますが、言うてでしょ。OKOKOK 全然食らいません。ダブルウィングって命中不安定なんだよな。そう、飛行タイプと岩タイプはね、命中安定の技がそんなにないんですよ。そうだから使いづらいんだよね。岩と飛行はね、プテラなんかも最悪よ。ネルネはランクルスを繰り出した。昔なんてプテラ空を飛ぶが普通に何候補に入るぐらい技なかったからね。今だと飛行って何使うんだろう。言うてか空を飛ぶになるのか。シャドーボール、まあこれエンペルト先に倒しときたい感があるけど、シャドーボール、いやエンペルトに打っちゃおう。10万ボルトだけじゃ多分倒せないので、まあ倒せたら倒せたでシャドーボールがランクルスに行くということで、まあ倒せないわな。ここはシャドーボール込みでエンペルトを倒していく。ランクルスシャドーボール1、うわ急所に当てんだったらさっきの10万ボルトが良かったよ。だったらもう一発で倒せたのに。はい、ランクルスはトリックルーム。これはちょっと厄介なことしてきましたね。時空を歪められるハッサムか。まあハッサム、いや言うてそんな抜群の技とか持ってるわけじゃないので、ここは熱風からの竜の波動でランクルス倒していきましょう。サイコキネシス言うてでしょ。いや耐えきれると思いますよ。 OKOKOK いくら特攻が高いって言ったってね、ツバメ返しも耐えていく。素晴らしい。いやちょっとマジでトリックルームやられたな。ね、おっと、ここはしっかり身を持っているハッサムさん、持ってるのに倒されていく。4分の1が、まあ4分の1じゃねえ、4倍が2倍になっただけですから、まあオッカの身を持っていようが抜群判定ではありますからね。そしたらここ竜の波動で当たる？OK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  光の粉とかじゃないよね。びっくりした。なんかこの誰かを倒した後の技モーションってちょっと遅れるからさ、外したもんだと思っちゃうんだよな。はい、ラスト。形勢は不利でもネリネの闘志はくじけない。この光ってる 目というか、あれがかっこいいよね、あのメガネがね。メタグロスラスト、もう一体、あ、いないか。じゃあここはフレアソングからの、うわ鋼のテラスしてくるから10万ボルトが一番いいかな。多分倒しきれるとは思いますけども、テラスタル起動まで5秒前。4321を、ちゃんと専用テキストがまた入っております。ただトリックルーム化だから相手の方が先に動くんですよ。これラウドボーンに打たれると10万ボルトしか当たらないという感じにはなってしまいますが、どうでしょうか。どっちが早い。あとは普通にバレットパンチとか打たれると困ったところではありますが、思念の頭突きしかも当たっていく。まあしょうがないな。思念の頭突きも命中不安定なんですけどね。10万ボルトでどこまで行くこれ。はい、ブレジュラスの10万ボルト半分入ってくれたら、あーあとはどうでもよかったんですけど、半分入らないか。ここはじゃあヤバソチャ出してシャドーボールかな。よし、頼れる相棒ヤバソチャで、お茶を立てて回復もよろしくお願いします。いやほんとダブル向けだよね。まあゼイユちゃんが使ってくるぐらいですから。そしたらここはシャドーボールからの竜波、いやまあ10万ボルトでいっか。はい、10万ボルト打っていきましょう。加圧を開始します。恨むならご自身の体力を。え、何加圧って、え、何の話。ハードプレス、いやでも耐えれると思うよ。どっちにしろでしょ。いや大丈夫だ。ヤバソチャもなんとか耐えていく。言うて半分食らうか。じゃあシャドーボール当てていきましょう。倒しきれないんじゃないか。ギリギリだよね。はい、さっきの10万ボルトと同じぐらいでございます。 MK さんのこのダメージ感すごくなかった今。ということで、はい、なんとかネリネちゃん倒しきることができました。ブルービリーグ四天王の再戦すべて終わりでございます。いやちょっと長かったね、あのブルーベリーグ四天王。いや言うてまだまだ再戦は、まあジムリーダーもそうですけど、パルデアのメンツが残ってますから。試合終了。お、勝った後こうやって笑ってくれるのいいよね。そしてブルーベリー図鑑の報酬はいつまで言われる。もう受け取ったって全部。ネリネに勝利おめでとうございます。 MK との戦闘時は安らかな気持ちでいられる。謝礼としてネリネが知っている最強の必殺技を伝授。何必殺技って。指ハートエモート、かわいい。こりゃ必殺技だね。ゼイユより教わりました。このポーズを施行すれば相手はたちまちノックアウトとのこと。いやこんなん美人な女の子にやられたらノックアウトよ、確かに。ちょっとやってみたいけど、多分これ写真の方ですよね。じゃあ太郎ちゃんと一緒に撮影したいと思います。打ち亀にして指ハートエモート、はい、かわいい。ちょっと太郎ちゃんこっち向いて、はい、
ちょっと笑って、オッケーオッケーオッケー。これで、視線もしっかり向けたら、パシャリ、オッケー、素晴らしい。いい写真になったんじゃないでしょうか。後のエフェクトはせずに、あ、撮れたんだよね、今。オッケー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 。じゃあ、次回、ちょっと、おやつおやじ行くか。そうですね。ちょっと、特別講師も進めたいところではありますが、おやつおやじ、なんとか、進めつつ特別講師もやっていく感じにしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして、次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、次回いよいよ伝説のポケモンだ。